はいどうもポンチです。今日はおすすめマジック第2弾ということで紹介するのはこちらになります。スプーン曲げでございます。まあ、僕はよくフォークを使ってフォーク曲げとかもやるんだけど、フォークとかスプーンとかあとナイフとか鍵とかかな、金属を曲げることをそうしてメタルベンディングと言います。マジックのジャンル的にはサイキックマジックに分類します。これは覚えておくと非常に便利です。これも前回紹介したビルチェンジと一緒で、30人程度の人数だったら対応できるってこと。あとマジックってトランプとかコインになりがちなんだけど、それとは違ったもので雰囲気を変えてマジックをできるってこと。あと日用品だし、レストランとかにも置いてあるから、そういったものを曲げてもリアクションは取れると思います。で、一番気に入ってるとこはやっぱり分かりやすいとこね。子供でも分かってくれるし、お年寄りにもやっぱり受けがいい。ここがやっぱり一番のおすすめポイントです。で、特に TPO も選ばないし、まあぶっちゃけ簡単なマジックだから本当に便利。コメディにもシリアスにもできるから、本当にね、応用範囲の広いマジックかなと思います。で、これはユリ・ゲラーとか、マリックさんとか、まあ日本だとね流行ったと思うんだけど、まあ超能力とかねでは全然なくて、本当にただの簡単なマジックです。以上、参考になればと思います。マジシャンポンチでした。